はい、皆さんこんにちは、とっさんの館へようこそ。それでは今回は週刊誌のリューク選手の報道について少し喋っていこうかなと思います。まず週刊誌の内容から、首脳陣からのウィンターリーグの勧めを自分はそんなところでやる選手じゃありませんと断っていたり、今年の春季キャンプで奮起を促そうと2軍スタートさせたが、リューク選手に見返してやろうという前向きな練習態度が感じられなかったり、片岡ヘッドの言葉を冷たく返したりと首脳陣との関係悪化の報道がありました。まあ、以前から、首脳陣からの指摘をよくされていたリューク選手ですけど、以前甲子園での阪神戦で最終バッターで三振しベンチへ帰ってくる最中に、リューク選手が三振し負けたのにもかかわらず観客に手を振って当時の春コーチに怒られたりと、首脳陣から行動を指摘されたりと印象が正直悪い部分がありました。正直報道するほどの内容かというのもありますけど、PL 学園出身の立浪監督片岡ヘッドは、規律や身だしなみなどはかなり厳しいとは思うんですけど、週刊誌の報道内容ほど関係はこじれていないと思ってます。確かにリューク選手の行動言動はいいことではないですけど、今の選手たちは昔ほど厳しい指導はされていないこともあって、肝が据わっていたりそっけない人たちが正直多いと感じています。経験談からなんですけど、自分も社会人野球を経験して7、8個くらい下の子たちと接することも当たり前であったんですけど、実際に祝勝会などで携帯でゲームをやっている子もいたりと、昔なら考えられない行動言動をする子たちが増えてきているというのは正直あります。おそらくリューク選手もそれに当てはまるのではないかと思っています。なのでそれを考えた時に物怖じしない性格と、高校1年生から試合に出て、悩んだことがほとんどないと思うであろうリューク選手なら、その首脳陣に対しての言動はしても不思議ではないと思ってます。昨シーズンまでの指標やポテンシャルの高さからしてショートで出ないといけない選手なのは間違いないと思ってます。今かなり二遊間は飽和状態ではあるんですけど、将来的に一番リターンが大きいのはリューク選手だと思うので、その選手を簡単に手放すわけがないはずです。そして体調不良からすぐ、ロドリゲス選手と入れ替わって一軍へ戻ってきたということを考えると、他球団へリュークはまだ使えるぞと他球団へのアピールをしているとはあまり考えてなくて、立浪監督のお気に入りのロドリゲス選手と入れ替えたことから、間違いなくリューク選手は戦力と計算していると想像できます。なので、今回の週刊誌の報道に限ったことではないですけど、中日の週刊誌の報道でいうと令和の米騒動だったり、ビシエド選手の出荷準備完了報道など、数々、中日のイメージを悪くする報道をされてきていましたけど、選手たちのモチベーションにも関わることなので、正直やめてほしいと思っています。米騒動の時は実際炊飯器がないだけでおにぎりなどは置いていたと、コメントをしていたので、事実ではないことも書かれることの多い週刊誌に、野球関係は惑わされないようにしていきたいなと思いますし、少し誇張して書くのも週刊誌の手法というか、そういう少し大きく書くのも週刊誌なので、ここを惑わされないように、またこういうこと書いているんだなぐらいの感じで皆さんも見ていただけたらなと思ってます。なのでリューク選手に関しては正直トレードで他球団へ行くだとか、今年もしかしたら戦力外引退に追い詰められるみたいなことは書いてありましたけど、実際はそんなことはないと思っているので、週刊誌がまたこんなこと書いているんだな程度で今回は見てました。なので皆さんもそれぐらいの程度で考えてもらえたらなと思います。それでは今回も見ていただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ、センキュー。